雨の日に森の中を歩いていた時にですね、急に強い風が吹いて、その後にとても激しい雨に変わったんですね。林の奥から一頭のヒグマが、まるでその激しい雨を避けるかのようにですね、こちらに向かって歩ってきました。私に気づいた時に一瞬ハッとした表情で動きを止めた瞬間を撮影しました。突然の雨に遭遇した、そしてまた私という人間と遭遇した、そういったこう急激な変化に直面したヒグマが一瞬にして緊張感を高めた表情ですね。瞬間的にこうパッとカメラを構えて即座にシャッター切っている、そこまでの驚かしの反応も早いというところに助けられたと思ってます。私は常にですね、撮影対象となる動物と同じ空間にできる限り長い時間身を置いてですね、何を感じているかっていうことを想像しながら撮影しています。野生動物の撮影は、何年続けても何回繰り返してもですね、同じ瞬間は二度とないんですね。毎日毎日、今日はどんな新しい出会いがあるのか、動物たちがどんな表情を見せてくれるのか、それが楽しみでついつい撮影に出向いてしまいます。私にとっては写真というのは、その一枚一枚が自分の人生の記録だと思っています。その時その時、その瞬間の自分の全てを込めて撮影しています。